テオドル・エルマル・テディベアルナソンはアイスランドレイキャビーク出身の同国代表サッカー選手。ポジションは MF。セルティック FC に入団する前は KR レイキャビークでプレーしていた。また、16歳の時にノルウェーのクラブ IK スタルトのリザーブチームで1シーズンプレー。プロ契約のオファーを断りアイスランドに戻っていった。2006から07シーズン最後の試合に セルティック FC でデビュー。90分フル出場すると、セルティックのウェブサイトで、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2007年のカップ戦決勝のダム・ファーリン FC 戦、1から0と勝利し優勝。ベンチ入りしたが、出番はなかった。2007年5月21日に2年2009年夏までの契約延長にサインした。また、 6月13日に新たに3年契約を結んだ。2008年1月15日に出番を求めて FK リンへ移籍。FK リンの深刻な財政難により2009年7月22日にイフックヨーテボリへ移籍した。2012年ラナース FC に移籍。しかし故障のためシーズン開幕から6ヶ月間プレー、できなかった。2015年6月 オーフス GF2 移籍。2017年、トルコのエラズースポール2移籍。2007年5月のリヒテンシュタイン代表戦に初招集。6月6日のスウェーデン代表戦で A 代表デビューを果たす。0から5と惨敗したが、チームのベストプレイヤーに選ばれた。ありがとうございます。